仏座像、プラモンコンボーピットウィハーンプラモンコンボーピットは、タイの中部、アユタヤにあるワットプラシーサンペットの南に位置する仏教寺院であり、アユタヤ歴史公園の一部としてある。礼拝堂に安置される、仏座像のプラモンコンボーピットは、高さ約13メートル台座を含む全高は、約17メートルで、タイ国内で、屈指の大仏像である。この仏像は、 レンガと聖堂により作られており、現在は金箔に覆われる。プラモンコンボーピットの像は、16世紀王チャイアラーチャーティラート統治時代の1538年のものとされるが、その座像に認められる様式より、15世紀の王ボーロマトライローカナートの時代に創作されたとも言われる。この仏像は、かつて西にあった別の寺院に祀られていたが、 17世紀、オーナレースワンの統治時代の1603年、もしくは、オーソンタムの時代、あるいは、オランダ人の記述に基づくと1637年に、現在の場所に移された。式によれば、寺院は、オースリエーンタラーティボーディ統治時代、1706年に、落雷により被災しており、仏像は、その後、修繕を受けたことが認められる。また、 1767年のビルマ軍の侵攻により、寺院は破壊され、仏像も損傷を受けた。19世紀末、仏像、プラモンコンボピットは、チャクリー王朝のオーラーマ5世により修復がなされた。その後、オーラーマ6世の時代及び1931年にも修復されている。また、百五十五年になされた修復において、プラモンコンボピットの左剣部より、 数多くの仏像が発見された。それらの仏像は現在、チャオ・サーム・プラヤー国立博物館に収蔵されている。1956年に、ビルマの首相が来訪し、その寄付により1956年、礼拝堂が建立された。1990年には、大芸術局の承認の下プラモンコンボーピットの座像に金箔が施されることになり、その後、 1992年に60歳を祝う王妃、シリキッドの寄付より、白押しが完成した。ありがとうございます。